こんばんは。今回は懐かしの誠プロです。オクラになるかもしれんけど一応回しておきます。それでは行ってみましょう。それでもう回してます。空気は編集超えたな。すってきたかったね。無駄な尺使った。信号のせいで。いやいやいい、信号のせいで無駄な尺使ってやん。いやいや、もうそう待ち合わせたみたいな感じになってるんです。久しぶりです。何年ぶり？多分ね、5年とか多分なんかの飲み会ぶりとかなんですよね。上限飲み会ぶりぐらいじゃん。多分そうですね。まもだちょっと頭きてますね。ちょっと来てんわ。え、言ってんやん。もっとあれでしたよ。俺ら小学校の卒業アルバムから、うん、このサイズ、好評サイズ全然変わってへんから。見比べてみんな俺の卒業は。うわ、相変わらずこの感じ。相変わらず関西弁だな、ほんと。いや、そりゃそうやろ。よし、久しぶりです。どうですか、最近いい台あるんですか。パチンコ打ててます。あ、打ててる。あ、ほんとっすね。でも平台っていうか普通のデジパチ打ったんでしょ。デジパチも打つよ。あ、ほんとっすか。ニュータイプの何でもあんでも。ちょっと孫さん何やってるんですか最近。だから今も海も打たんし、うん、海は打つ。あ、海は打つ。沖海は打つよ。あ、そう。沖海しか打ってないからね。ああ、なるほど。だから変則打ちができて、うん、要はそのスポットでピャッて釘開けるとこ、うん、もう知ってるから、うん、何件か、まあそんな大ピラにされてないね。はいはいはい。で開けると、うん、3、4万あるのかな。ああ、すごいっすね。それでもバッティングするでしょ。いや、全然誰も。へえ。だけど、そこは変装やけども、多分2万ぐらい打ってんの。あ、そうなんです。だけど、打たへん。なんでかって言ったら、それは打ってほしくない。あ、おばあちゃんに合わせてるから。あ、なるほどっすね。あ、じゃあそういう時だから、その店は、その店からは俺の中ではもう20万までしか稼いだらあかんって決めてる。あー、なるほどっすね。うん、だから、他にそこで、あの生活費を稼ぎたんやったら、うん、もう一軒店を、はい、もう一軒を、うん、でそれをローテーションしようじゃないと店が持たへんし、体力持たない、かわいそう、うん、それで出来になったのが見れちゃうの。そうや、うまくまとめなくていい。そうや、没収されて、血穴確定されて。いやいや、もういいや、かわいそう。ちょっと孫さん、久しぶりにちょっとエクセル、どういうエクセル使ってるか見せてもらって今、はい、はいはいはい、大きい目と出てくる。これもう要は稼働しながら打ってくる。ああ、なるほど。ワークシートとかそういうことやから。だから回転率を入れたら稼働しながら打っていくわけやから、はい、どん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 何回当たって何回当たってで出玉が何本何本って全部入れてったら今現在のステータスが出るわけや。回転率が何本で、なるほど、出玉が何本ででまあ単価も済んでいいよね。あ、単価も済んでるんだ、ね、仕事量とかそういうの全部出る。それはなんかどこから買ったんですか。いや、ね、自分で作る、全部自作。お前知ってるやん。お前知ってるやん。ガチプロの時にお前俺がエクセルとかやったから。どうするんですかこれ、計算どうやって出すんですか。そんなすぐ出るんですか。そんなすぐ出すんですかって言って覚えてんの。本屋作ってきたら大興奮して、マジでマジですげえすげえって言ってたやん。ずっと言ってたやん。マジですげえ、すぐ出るとか。だってあのエクセルシートがないと、あの番組作れなかったから。そうや、そうや。あれエグかったっす。いや、でも孫さん未だにそうやっていろいろ活躍されて、でしかも今 YouTube やってるじゃないですか。あ、まあ、やり始めたとこやけど、ね、そうですよね。まあでもそこまで更新でもないから、まあ趣味程度で自分の Vlog 的な感じでちょっとやってる。まあ、うん、まあ記録的な感じ、まあまあまあ、でまあちょっと、うん、今密着動画が結構なんかね、うん、いい感じなんですよ。ああ、流行ってんな。そう、お前のチャンネル出るのは全然構えへんねんけど、はい、例えば一人でできるやん、うん、密着って。確かに。一応ほら俺もディレクターを
こう、まあ、今は無償でやってもらってるけど、うん、いや、あれ誰がやってるんですか。でお前の先輩やん。え、はい、あ、へ、そうそうそう、ほんでやってて、あ、ちゃんと組んでやってるんですね。組んでまだ行ってない。だ俺が適当に素材取ってきたら、なるほどなるほど、俺編集してきてやる。ただ変な話、そこで日常を切り取った感じやってるけど、結局そこから伸びるまでやっぱ時間かかると思うんで、その早いあれがこっちで例えば再生数伸ばしたらそっちに行きやすくなるっていうのはあるんですよね。再生数が伸びやすくなるっていう、めちゃくちゃうまい。弱小 YouTuber を口説いてる大物 YouTuber の知識が今出来上がってるやん。いや、こっち全然大物じゃないですけど。せっかくそうやって今手伝ってくれてるな、まあ、ディレクターさんがいて、はい、それに対しての疑義がないやん、うん、で多分あいつも多分密着やったら俺がやりますよって言うと思うもん、まあうね、無口な方やから、うん、そういうこと言わへんねんけど、だから、うん、ワッキーのチャンネルに出るのは嫌とかそういうことじゃなくて、はい、例えば、うん、いろんなやつ集めてきて、うん、そのパッケージみたいなので番組作るんやったら、うん、それはそこに俺が呼ばれるんだって聞いてるやん。あー、なるほどですね、はいはい、例えば3人で乗り打ちしたいとか、なるほどですね、なんかバチプロ集めて対決したいとか、こういうのやりたいって、あー出ませんかって言われたら、それはお前のチャンネルでしかできひんことやから、はいはいはい、じゃあ、NG ってことですね。言い方あるやん、もうちょっと、まあ、もうちょっと言い方あるやん。俺が悪者やつなげん。パチパチパチ。でも、まあ、また懲りずに来ますよ。あ、ええよ、全然ええよ、それは全然。だからあいつにも聞いてへんから、まだ。あ、他のチャンネルで俺をなんかピンで撮るっていう企画があるんだけど、まあ、確かにそうだよね。まあ、じゃあまた、ということで、今日はじゃあ、夜昔お話ししてもしながら。それはだって、そうやろ、お前、20代、30代なんて、男はお前、マウント取んのが仕事やねんか、しゃあないやん。日本国内からちょっと逃亡することになったから。まあ、平たく言うとそうやん。そういうコメントする演者いいんだ、みたいな。だからなんか、その辺のコメントとかはやっぱ衝撃受けましたよね。あの若かりしワッキーはやっぱり楓が多分一番最初に知り合ってるんで、その後あれ、いや、もともと PBS は何で出たんですか。誰のあれそこから行く。お前それなんか俺のルーツみたいなの取ろうとしてお前それ密着のお前そのあれやん、コアコンテンツやん。あれってもう続けんなよお前。お前密着したことにしようとしてるやろ。あのやっぱトラマツは、うん、逆にすごい。あ、本当ですか。あいつは逆に吹っ切ってね。あ、でもそっちの可能性ありますね。あいつとナオキックスは、うん、演出の天才、うんうん、いやでもトラマツも結構勉強してるんで、しかも伝え方がやっぱ上手く なってるから。そう、それはすごいす、ね、カメラに向き直るタイミングとか絶妙やな、ね、うん、ナオキックスとトラマツ。すごいね、ちゃんと見てるね、その辺が。当たり前やん。で、分かってんねん、あの演出のあれ、時間とか尺が。だからそこで何文字ぐらい詰め込めるかっていうのも相手は分かってんねん。あ、分解すると。で、それは多分経験則だね。本当に勘弁してくれっていうのは、はい、やっぱ何回も言われてるから。警察を呼ぶのっていうのは警察に解決してもらうんじゃなくって、あくまでも中立な立場で、パチンコ屋さんと俺の討論を聞いてもらいたい。で、どう思いますか。あれぐらいジェットカウンターの前でこんなやってへんで、こんなやってへんで、交換させーって、うん、こんな見たことある、そんな大人やろ。そんな大人が見れるアミューズメントパークがパチンコ屋。もうさ、はい、最近あれ、うちのチャンネルで、うん、俺何も言ってないんだけど、うんうんうん、そのコメントにガチプロを匂わすようなコメント結構来たりしてて、ああでもな、それな、俺めちゃくちゃ分かる。なんでかっていうと、はい、お前の番組の作り方がガチプロみたいに丁寧によりがちょっとそう作ってるから、うん、で要はプロ目線でしっかりとしたカメラワークとか、うん、まあ、コメント撮りとかを、はいはい、やってるやん、うん、見てると、まあ、そうですね、まあ、それとかミネッチとかいろんなやつ出てるけど、そういう密着でもそうやっぱり要はそのパチプロの良さを引き出すための好きっすからね、そこはね、それの、うん、ノウハウを学んだのが、はいはい、まあね、俺とか豊山さんとかの後ろでカメラを回してたのがそうですね、ルーツ
だからそのルーツといえばガチプロやから、その見てるパチダン TV を好意的に見てる視聴者さんたちがガチプロを連想するのはそれは容易なことやと思う。でもすげえありがたかったですよね、やっぱね。だからお前のイズムは正しい。それは俺も嬉しいこと。なんでかっていうと、その時の俺と豊川さんとかのやってたパチデっていうのは、まあだいぶもう20年ぐらい前、そんな前ちゃうか、十何年前の話やけど、そうですね、あれは2回目の青春やから。あー、確かにそうかもしれない。俺は孫さんの2回目の青春、1回目はもちろん高校時代、大学時代。いや、ガチの青春でも2回目の青春ってあんまないやん。あ、まあそうですね、大人なんてすげえ青春時代だった。で、こういうことをね、なんか俺らの年のやつで言うと、また老害だって言われんねん、言われんねん、言われんねん、昔の話。でもな、俺、若いやつ一言言いたいけど、お前ら、じゃあ、あの大人だって振り返るようなこと、なんか一個でも やりやん。それが2個も3個もあったら、そんなね、素晴らしいことはないから。まあ、っていうのが、ガチプロよ。で、なぜかっていうと、まあ、もちろん俺と豊川さんの後ろでずっとカメラ回してたワッキーが、ディレクション取ります。キャスティングも、その当時、バチテで出てなかったライターさん、ばっかりが出てたようなところに、急に顔なじみがないやつをボボボボボンって掘り込んで、急にパチプロ同士が対決する、なんだこれはって、不協和音しかなかった番組と思う、たぶん。で、俺はそのやっぱり村社会に一石を投じたかったっていうのもあるし、パチプロ番組で超えれる番組は未だに出てきてないと思うよ。いや、ないでしょうね、思考やで。だからワッキーはそれを超えるために悪戦苦闘してるんやろうけど、残念ながらまだ超えられてないでも時代が違うからね。それは関係ない。パチンコ台が2台あれば成立すんねんって、パチプロの番組って。忘年会やる、ガチプロ忘年会集めて。いや、忘年会、どうしても同窓会です、それだったら。ああ、やる。いや、カメラ回してええで。だって言ってん、最初言ってん。俺のピンの企画やったら俺のチャンネルでやるけども、お前がそうやってバーって集めてやるんやったらやろうよ。あのメンツ集まるかな。それはお前の仕事や。まあまあそうだけど、全然集まないっすもん。上限さんとたまに会うぐらいで。そうやな。てか、あのメンツって会ってます。陽介と楓は会う。富山さんが一番会ってないかな。あ、マジっす。青春やもん、ワンちゃん。多分まあまあ盛り上がるで。いや、つか何だったらその素材とかあれば面白いかもしれないです。あー、そっか、借りれっかな。いや、無理だな絶対これは。まあちょっといろいろ模索してみますよ、はい。なんかでも楽しそうだな。でもな、最後のなんか年末になんか面白い花火ありだな、それ。一つ言いたいのは、今のそのパチダンとかで、出てるパチプロの番組あるじゃん、はいはい。まあ、ワッキーのことを悪く言うつもりはないけど、残念ながら十何年前の俺たちの方が輝いてるから、